2017から2018シーズンの NBA は NBA の72回目のシーズンである。プレシーズンは2017年9月30日に始まり10月13日終了。レギュラーシーズンは2017年10月17日の火曜に始まり2018年4月11日の水曜に終了。 ポール・ピアース・ NBA ・フリーエージェントの交渉は2017年7月1日より開始され、7月10日から期限までに契約が交わされる。プレイヤー・オプション、チーム・オプション、アーリー・ターミネーション・オプションドラフトでは、マーケル・フルツが、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズから全体1位指名を受けた。その他には、ロンゾボール、ジェイソン・テータム、ディアーロン・ホックス、ラウリー・マールカネン、デニス・スミス・ジュニア、 ルーク・ケナード、ドノバン・ミッチェル、バム・アデバヨ、ジョン・コリンズ、ジャレット・アレン、オージー・アヌ・ノビー、カイル・クーズマ、デリック・ホワイト、ディロン・ブルックスなどが指名を受けた。オールスターには、J ・テイタム、D ・ミッチェル、B ・アデバヨの3人が選ばれている。プレシーズンは、2017年9月30日に始まり、10月13日終了。レギュラーシーズンは、 2017年10月17日に始まり、2018年4月11日に終了。DR イコールディビジョン順位、CR イコールカンファレンス順位、PCT イコール勝率 Z イコール全体で、ホームコートアドバンテージ、X イコールカンファレンスで、ホームコートアドバンテージプレイオフは、2017年4月14日に開始。ディビジョン優勝太字シリーズ勝利ホームコート、 アドバンテージ、ありがとうございます。